どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回は iPhone16、まあ、Pro ですね。Pro Max、こちらの方のおすすめケース保護フィルム類ですね。あと、まあ、プラスアルファで若干アクセサリー類ね、えー、3つぐらい見えてますが、まとめております。で、これ見てもらった通りですね、Amazon フロントってもので、まあ、20銭かな。おすすめケース保護フィルムは、まとめてこれ見ることができますので、気になったものあればね、ぜひ下のリンクから確認してみてください。 ということで、早速行ってみましょうか。ね、本当に2時間探しましたので、こういうケースとかね、フィルムとかいろいろ、まあ実際にまた来るので、レビューしますので、ぜひ気になる方はね、チャンネル登録お願いいたします。iPhone16 のレビューももちろんします。ということで、まずね、保護フィルムから行きたいと思います。これね、すごい安いと思ったんですけど、ジェ,ジェテックっていうのかなと、この 16Pro の保護フィルムになります。これね、なんでこんな安いのかよくわかんないんですけど、ここのやつね、割とポリティいいんですよね。ほんと、この枠がね、ついてるもの のがおすすすめですあのガイド枠っていうやつかなこれ枠でそのまま上からはめるので、まあ、ずれたりとかそういったことがしづらいとでこれ3枚ついてるのかなまあ 1D クリエなんですごいシンプルなタイプだとは思うんですがガラスフィルムねはいガラスフィルムはまあ、僕は貼っておくのがおすすめです、はい、落とす方はね、うん、もう本当にアップルケアとか入ってない限りはつけてないとめちゃめちゃ修理代がすごいね多分5万ぐらいかかるんじゃないかな <laughs> 思いますのでこちらは ESR ですね、えー、esr も非常にねコスパがいいとクオリティー、まあ普通 普通に高いんですけどねこちらも保護フィルム3枚、えー、入っててコード 9H あとまあミリタリー企画のやつかなまあ軍事規格のもの入ってるはずですね確かねあとまあ覗き見とかもあるのかな幸合わせフレーム付きまあ覗き見はちょっとまだ僕これは使ったことないんであれですけどイエスは普通にクオリティ高くてまあこの値段だったら全然いいかなっていうところですねでモデルもそれぞれあると思いますのでただオプションによるのかなじゃあ最大1 5キロになるので、まあ、基本的にはやっぱ強めの、まあ、値段が上がると基本的にはやっぱガラスの 強度が上がるっていうイメージでいいと思いますねまあ一旦これでも全然いいかなっていうところはありますさっきのよりはね強度はあると思うこれね、えーにまそですね餌のやつもこれ多分新しいタイプだと思うんですけども表除去かな除湿か除湿っていうなんていうのかわかんないけどこれこちらもね引っ張ってえっと上からはめ込んでこう引っ張って取るタイプでございますので でフチはねこれクリアなタイプかな、まあ、どっちでもいいと思いますけど正直ね黒縁があるタイプとまあ、これは2マスのやつはないタイプですねちぐれや QH とか、はいまあ、カメラとかも後で紹介しますけども、まあ、非常にシンプルでいいかなっていう感じ天気まあ一応今100円クーポンになってるかな様子上げでしょあとは、まあ、トーラスさんのやつもねこれ多分今 手元にあるかなこれ新しいタイプでグラスゴーエアーってやつとまあ、もう一個ウルトラってやつがあるんですけどもこれも上からはめ込んで引っ張るタイプこっちはね黒い縁がしかあるんじゃないかなトーラスのやつはあもないかもしんないこれでもねどっちがいいのかな、まあ、正直好みかなっていうまあまあこういうタイプですとねあのめっちゃ張りやすいですただこのタイプは、はいまあ、失敗したくないってことはめちゃくちゃねいいんじゃないかなと思いますまあクリアだしね非常にねめっちゃ簡単ですよで異常に簡単なのはこれですね <laughs> やっぱりこれ去年も紹介したやつだけど16プロウルトラの方は異常に簡単編込んでガチで引っ張るだけだからね、えっとまあ、衝撃とかね、まあ、見る企画が入ってますちゃんとね米軍の軍事用規格のやつねこれ上からかぶせて引っ張るだけなんで、まあ、このタイプが結局一番簡単かなって思いますね <laughs> ま個人的なおすすめはこれめっちゃいい。ね、ESR のやつもね ありました、ね、ガラスコーティングこれも上からはめ込んで引っ張るタイプですで今500円クーポンなで結構いいかなと思って昨日あのコミュニティ欄でもね紹介したと思いますけどもセットがねまだちょっと出てないっぽいんだよねこれも位置合わせで引っ張るタイプ僕 iPad のやつとかね最近紹介したと思うんですけどあのめっちゃ良かったクオリティがフルスクリーンビューでまあこれも正直好みだからなクラシックまあここら辺もいいな、まあ、ケースは全部ね大体いいです <laughs> sr はあのクオリティがめっちゃ高い、はいでカメラフィルムですねまあ個人的にカメラフィルムは、まあ、どっちでもいいと思いますあのまあ別になくてもいいかなとは思うんですけどもただ去年にやっぱつけといてね落として割れてるのはあったんでうん <laughs> まあ一応高いんでね iPhone なのでこれねトーラスのやつかなブラックとかあとチタニウムとかいろいろカラーはあるので割とねこの目立たないタイプいいかなと思って。 元のまま再現っていうやつ、はい、これまあデザートチタニウムですけども、まあ、レンズにこれ独立型ってやつですねそれぞれこう一個ずつ作くっていう、まあ、全部こう覆うタイプもあるんですけども個人的にはまあ独立型の方がですねケースを取るときにポロって取れたりおすすめです、まあ、僕はまあ目立たないのがいいのでどっちかというとこういうのがいいかなと思いますブラックとかだとね値段がちょっと安かった気がするはいなんかセールしてるあのバグってで画像は変わんないんですけどまああ iPhone のカラーごとにこうあるのですごいいいかなと思いました であー一応クリアなタイプもねありましてこれなんかね ESR いいですなんかえっと安くなってました。あとこっちもねグレーとかブラックとかあるんでクリアタイプも、えー、まあ、これも使ったんですけど良かったですね、うん。ただ若干やっぱねカメラの映り込みで反射する時はたまにあるけどまあ、そんなに気になんないかな。すごい、ま クラでなんかね光がこうやっぱり反射するような状況だと若干映り込みある時ありますけど基本的にはねそんな変わんないです別にナイトモードとか使ってもうん特に変わんなかったんで,でなんでまあ安いタイプだとやっぱりこういうこれねめっちゃ安いけどね <laughs> まあクリアでこう上から貼るタイプですねまあ一旦これ試してもらうっていうのもいいと思いますただ割と外れやすいのでまあ僕はそこまでおすすめしないんですけどまあ一旦そのカメラフィルムとかを試したいなっていう方だったらいいんじゃないかなとは思いますなんかすごい安,安そうだ あったんでねはい <laughs> アサヒカ化成じゃねえわとかあとまあこのかぶせるであとなんてうの合金タイプこれアルミ合金タイプにはなりますので、まあ、ちょっとこのつけてきらびやかにさせたいとかいう方であればこれしかもねカラーは結構。 こうやってだいまあ2,000円切るぐらい、まあ、安いにもっとあったりするんですけどまあ空張りがねそんなになかったりするのでは割と豊富だったのでと選んでみましたすごいフィット感はね良さそうなのでケースによってはどうしても干渉しちゃうんでそこだけ、えー、気をつけてくださいっていであとまあケースですねはい、まあ、安定のやっぱこの ESR のねクリアケースはまあいいんじゃないかなっていうかあんまやっぱねやっぱ去年より割と値上がりしてて1,000円台のケースがねだいぶ減りましたね <laughs> 大体やっぱもう2,000円3,000円以上のものが5種類に になってきてて、あとスタンドに付いてるタイプもあるんで、こっちも割とおすすめかなと思いますね。うんまあ、3000前後ならギリギリいけるかなっていう感じかな。まあ、磁力ね。これめっちゃ強いんではい。すごいまあ最初のケースとしていいのかなと思いました。で、カラーもいろあるんでね。うん、クリアはただ、ね、半年ぐらい使うとちょっとやっぱ黄ばみます。これはうん。まあ安いんで仕方ないんだけど <laughs> で、で薄さ超求めたいっていうことは割とね。このシンジモールだったかな？ マグセーフ用スマホケースこれなんか韓国のね多分メーカーみたいですね超薄い耐久性はまあそんなないです正直 <laughs> その代わりめっちゃ薄いこのケース1ミリ超薄型なんで落とす落とすとあのケースはね正直割れちゃうん、あります <laughs>、うん、まあ本体はでも大丈夫だったまあ一旦これでもねまあ1000円ちょっとかなこれも磁力ねめっちゃ強くて使いやすいですしまあ安いしねはいあとこのジェットテックさっきのまあガラスフィルムで紹介したとこもこれもねクオリティね めっちゃ高いんですよでチタニウムとブラックとクリアケースじゃないんでこれもねなのであの黄ばみとかあんま気にしなくていいんでねブラックとかストームブルーもあるんでねあの普通にクオリティ高かったですこれ買ったんですけど15プロのやつねなので大丈夫なはず <laughs> あとは、えー、これ薄型でトーラスのやつなんですけども、ま、これはチタンなんだけど、ま、ブラックとかブルーとか、えー、とクリアタイプもあるので、ま、使いやすいかなと思って。 これスタンドタイプついてるタイプなんででマグセーフも対応してます。ワイヤレス充電対応かな。なのでね薄くてスタンド対応してるんですごいいいかなと思いましたね。これ今映ったようなクリアタイプだけどこういう感じで、まあ、横置きとかねまあ、一応縦置きもできましたね。確かね、割とこういうのもシンプルでおすすめ。でまあ、一応これねカメラコントロール今回ついたんで、まあ、純正ケースも紹介してます。まあ届,いまあ、届いてね今手元にあるんですけどもこのやっぱカメラコントロールのところが覆われてます。やっぱり純正のやつは。まあ、それでも使えるっていうところはあるかなと。 思います。まあカラーはいろいろあるのでね。まクリアがいいかな。俺はね。今はまあ割と耐久性はそんなないので、このマグイージーってやつ割とねなんかいいかなと思いました。マグセーフでトランスペアレント。若干こう様子見がこうふにゅってなってるタイプで。アッシュが ちょっとブラックっぽい感じです。画像がねあの変わらないんですけども、あのキラキラしてるやつとかいくつかね、あとあったんで、まあ、チェックしてみてください。なんか首掛けのね、あのなんていうの首掛けのやつね、あの販売されてるメーカーみたい。あ、カメラリングもあるんだね。ちょっとでも高いな。<laughs> はいまあ、こういうのとか割とあるんで、なんかおしゃれでいいなと思いました。はいただちょっと値段は微妙に高めではあるで。あとまあピタカはね、もうこれはまあ安定ですかね。まあ、クオリティ これもなんで極薄になります。めちゃめちゃ薄いです。ほぼ iPhone を裸で、まあ、持ってるような感じで、マグセーフも非常に強いので、まあ充電ももちろんこのままできます。ウルトラススリムで。カラーもね、いくつかありますので、こういうなんかな、なんていうのかな、アラミド繊維っていうね、特殊な繊維を使ってるので、めっちゃ軽いやつ。なんかスポーツカーとかに使われるやつみたいですとか、これで多分レビューするんですが、全、えー、イ式のね、トーラスの、これ新しいシリーズですね。オースタンドピンフュージョンっていうね、えー、ここが360度回って、ここでスピンもね、スピンというか 縦型に置けたりするタイプでこのミルクティーとホワイトかな。いいですよね。このかわいい。高級感あるね、ラインナップになってます。えーっと、なんで、結構このシルバーっぽいのもいいかなと思って、なんかホワイトなんだっけな。<laughs> こリングとしてね、こう使えるんだよ。良さそうな感じでございます。特許とか確かね、撮ってて、まあデザインのショーとかもね、するので、ここも回るんですよね。あれ出てこない <laughs> いい感じの画像が。ここがね、あ、そうそうそう、これです。ここが回るんで、立てたりとか。で、リングとしてもね、これ使えるんですげえいいです。<laughs> はい、これななんで新しいタイプになるかなフュージョン、まあ、これはまあレビューするので、まあ、また実物見たい方はねちょっとお待ちくださいじゃいいかなと思った、えー、まあ従来のやつはねこの16プロ用に対応したものがこのオースターのスピンっていうやつが、まあ、ブラックのタイプとかこっちもまあ色味はあるんですが高級感はまあさっきの方がデザイン的にはあっちが好きかなと思いますまあただシンプルにこの黒っぽいのがいいのといいよとか、まあ、クリアタイプとかもあるので、まあ、チェックしてみてもらえばなと思いますあの構造はね同じですかねただ高級感がやっぱり、ね、全然違う 違うかなっていう、まあ、シンプルにこう使いたい方とかはこのクリアタイプがいいんじゃないかなと思いますこれはまあねあのまあレビューもしてるんでね、まあ、一応動画貼っときますけどこれマジで便利これで全部 <laughs> いけるかなっていう、はい、スマホリングケースあまあスタンドっていう感じかなであんまやっぱね直立て立てれるやつ少ないんでそこがいいで横向きも角度調節できる いいうののはもうかななり少ないのではいこの形すすすすごいおすすめですでこれエラーゴっていうところもねアメリカだったかなこれもねレザーケースねもうちょっと今なくなってたんでま毛、あ、ふとかもまだね出てなかったんでレザーっぽいやつがね、はい、純正今ないんでこれいいかなでマグセーフ対応してて、えー、質感もねこのエラーゴっていうのがあの発音合ってるかわかんないんですけどクオリティね高いんですよ結構ここもいいかなと思いましたあのレザー好きの方は、はいまあ、なのでこう充電とあのマグセーフのアクセサリーとかつけれるんでレザーとあとシリコンもねいろいろある んでシリコンだと割とそうでね3,000円ぐらいで、まあ、ほぼ純正と変わんないんじゃないかなクオリティ的には純正の方がちょっと薄いとは思うんですけどもこの辺もあるねいいのねえらごえらごかわかんないけど結構おすすめです本当とに、まあ、ESRESR じゃないとモフトが多分出してくれると思うんですけどねまだ出てなかったんでまあ一旦ここら辺いいかなと思いましたはいあとまあケース以外で3つぐらいですかね3つ。 おすすめアクセサリーこれね結構僕毎日ように使ってるんですけど USB-C のモバイルバッテリーですねこれ 5000mAh 入ってるので大体いい iPhone1 回ぐらいはいけるかなっていうところで超ちっちゃくてここにもう USB-C、まあ、ですねの端子しかもまあ今回確か 45W ぐらい出るんじゃないかなはいまあでも 22W か、まあ、割とねこれ早いんですよ、まあ、有線の方がまあどうしてもやっぱり早い、まあ、こういったマグセーフのでもいいと思いますけど、まあ、軽くてこうカバンにポッて入れ,れて、まあ、ケーブルとかも必要ないので でまあ充電もねこのままやりやすいっていうのが非常にケーブルレスでえすげえコンパクトですよ 120g ぐらいなんで全然いい <laughs> まあこんな感じで刺してやるとこれはすごい良いんでいい,い,いおすすめあとはまあ、充電器この 30W のやつがですね、まあ、今 45W 出るのかなでもねまあでもすげえこれコンパクトで 30W 出れば割とねすぐ充電できると思うんでのめっちゃいいです MacBook Air もねいけるんで iPad とかにも使えます。USB-C で。超コンパクト、これ。で、あと、ケーブルですね。まあ、アンカーでもいいし、まあ、CIO の方がちょっと安かったので、1700円ぐらいかな。2メートルとかもありますし、まあ、1メートルか2メートルぐらいあればいいかなと。で、モバイルバッテリーともし使うのは、この0.15っていうのがね、15センチのやつ、すごい短くて、結構いいです、これで、ね。<laughs> 邪魔にならないで、こう、一緒に持ってもね、詰めでございます。という感じで、まあ、今回紹介した製品ね、まとめておりますので、概要欄から一覧で見えますので、ぜひチェックしてみてください。 でぜひ皆さんもんかねこういう一手こっちの方がいいんじゃないみたいなとか。 もしあればね、ぜひ教えてください、ケースとかね保護フィルムとか、これ使ってみてすごい良かったですよと、はい、非常に皆さんね、参考になると思いますので、チェックしてみてください。で、また随時ね、あのー、いいのを見つけたら僕も更新していき,いきますので、はい、これ入れていくんで、ぜひチェックしてみてください。まあ一応、あと iPhone16 の選び方とか、えー、ま争奪戦のとかね、伸びたので、ぜひここら辺、はい見てみてください。Apple 製品ね、iPhone16 のレビューもしますので、あとコミュニティなんでね、まあケースとか紹介したんです、ケースか、紹介していますので、はいこの動画 少しでもよかったた高評価とチャンネル登録お願いいたします、はい、で次は、えー、iPhone16 バージョン出しますので気になる方は、えー、そちらもじゃあ、まあ、チャンネル登録通知ベルを押してもらえばね見つけやすいと思うのでお願いいたしますということでまた次回の動画でお会いしましょうよいち一日お過ごしくださいじゃあまたね。ー線は軽かったけど、はいまあ、今回も ね、結構2時間ぐらいですねほ <laughs> 本当に結構選んだよ <laughs> まあ安いのからねまあ高いのまでまあ結局でも失敗しないのがねなんか気持ちいいんだよこれやるのが <laughs> まあトーラスのやつとかはねニューマスもいいんですけどいいやつあったら教えてください本当にねすごい良かったから教えてください教えてくれ